不思議な話もあったねんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。只見川はまったくじゃ。いやー、絶景じゃのう。そういや、なんだかの川って坂本さん、こんにちは。医者じゃにしてみ。つい先ほどから急に腹を押さえて苦しみ出して。こりゃあいくん盲腸かもしれんちや。盲腸？腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱方医しか治せんしものじゃ。そんなとにかく急いで運ぶのぜよ。何をする気でよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐランボーイのところへ行かないと手遅れに。ですからそりゃ大変な話ぜよなあ。おう、大変じゃ。荒野府の病気か何か知らんが手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思うたかか。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の郷士のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士や人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。老子の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対、わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。たくとさ、いちいち俺を苛立たせる。何者だよ、恩師。土佐藩郷士坂本龍馬。郷士じゃと？合否の分際で恩赦。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の少年を知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を解いても通用しない。恩赦。こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。こうしごときがどうなるか分かっちゅうか。ああ、上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼き払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい。ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。お兄ちゃん。